ツラフトというわけでやっていきましょう。世界を労働。そう、実はね、1日分先取りしてるんですよ。もうみんなネタバラシするから、どんどん情報が湧いてくるから、テレパシーで。こんな海の中にいるのに、海の中というか、まあ島のすぐそばにいるのに、どんどん情報が入ってくるからね。で、何してるんだっけ。あ、そうだ、思い出した。水中であれやってたんだよね。採掘っていうか、なんかやってたけど、サメが来るから、もう一個まで行っちゃっていい？足りないかな。なんだっけ、ニシンだ。ニシンないわ。ニシンないから、もう出港するか。出港しよっか。仕方ないよね、もう無理だよね。あれ、ドライブロックここら辺置かなかったっけ俺。もう全部回収したのかな。よし、じゃあ出発しましょう。もう無理だ。次の陸地に行くまでに木を貯めまくりましょう。というわけで出港したいけど、ちょっと待って、どこだっけ。どっか遠くにさ、あれが見えた気がするんだよ。船というかイカだ。機能性っぽいね。見えないね。まあいいや、適当に出港しちゃおう。もう出港しまーす。出港でーす。こっちに向かって流れてくんだね。こっちに向かって流れてくのかな。じゃあそろそろどんどん拾い集めましょう。よいしょ。お、木がある。木大事だよ。見えないよね、あのあれっぽいので。自動回収装置を作りたいんですよ。これな、釘大量生産しよう。釘大量持ってんじゃん。はあ、はあ、これぐらい作っちゃった。これね、木がないね。木が喉乾きそうだから、先にこれ水作っておきましょう。飲む。よいしょ。記憶。さあ、これ動いてる、ちゃんとね。島から離れてるから動いてはいるよね。あそこに木が2枚あるな。とりあえず丸太目指しましょうか。とりあえず丸太目指しましょう。まだだよ、もっと育つよね、多分ね。もっと育つと思うんだ。パドル行こう、パドル。よし。パドルで超加速した分拾ってね。さあ、おっきい船にしないといけないから。漂流物で船作るって相当だよな。無理だよな、普通に。そんなって船作る人見たことないもんな。やってみてえな、リアルで。リアルで。海岸に流れ着いてるものだけで何か作ってみたい。でもそれって取得したら捕まるのかな。よいしょ。木来た？薄くねえ。木がまだ2個しかない。こっちに木がいっぱいある。パドルさん、パドルいらないわ。これでいくわ。よし、6個だよね。6個。自動収集機がでかければいいけどな。でかいの一応期待はしてるんだけども、多分1マスだろうな。スクラップから作れるなら1マスだろうな。よし、キー整ったんでいきましょう。作りました。はい、1マスですね、どう見ても。ある。なるほど、そういう感じ。ここに引っかかって止まるよみたいな。なるほどね。
どう使うかだな。回収ってできるよね、多分。多分このゲームなんか、設置したもの回収できる系が多いから。適当設置でも大丈夫かもね。待って待って、あっち行こう。よいしょ。よいしょ。やり、やり。よし。鉄、鉄欲しいな。右クリックの合わせ。よし、じゃあここ設置しときましょう。どこ向きになってる今。あっち、あっち方面なんだ。まあいいや、これで。どういう感じに引っかかるかわからんからね。は？お、引っかかった？あ、引っかかってたね。1アイテム集めるって言ってたね。また引っかかった？え、もしかしてなくても引っかかる？そんなことないよ。そんなことないよ。さすがに。いや、こうなったらもう、砲を立てて、高速で行った方がいいでしょ、絶対。ダメだね、流れていっちゃう。ダメだね。ちょっとダメだね。これもう一個、もう一個作ろうよ。待て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 、早い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 。うわ、ちょ待ってちょ待ってちょ待って、ほう閉じて。焦げ焦げ焦げ、頑張れ。いけるって、お前ならいけるって。これでいいや、もうよし。もう一個作った、もう一個作ったの、こっちに設置しよう。いいね。かかってねえな。これ後ろがいいな、むしろ。後ろにしよう、後ろに。もっと作るか。ロープがないって言われてる。ロープ作ろう。検索ボタンが欲しい。これでかいの引っかかってる。ちょっと飲み物とかね。よいしょ。焼けてないじゃん。お腹空いて死んじゃうよ、そうしたら。あれが、あれが必要だな。よし。もう一個作れる？回収ネット。イエス。ちょっとここら辺に。いいね。どんどん引っかかってるね。引っかかってねえのかい。こっちか、こっちでもねえな。もっともっとたくさん作らないとダメだね。お、3アイテム集めるって。どうしようかな。こっちもかかったね。こっちは引っかからない。まあ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 、そういうもんじゃないから。こっちいいな、いい仕事するね。じゃあ船の角度に合わせて設置した方がいいのかな。そんなことねえな。そんなことねえな。ってことは、どこかよく通りそうな場所。あ、やっべ、お腹空いてる、お腹空いてる、お腹空いてる。やっべ、やっべ、やっべ。焼けた？焼けてる、焼けてる。
よしよし。釣りもしとかないといけないけどな。これ植えてみようよ。ポテトも植える？よいしょ。水。木を置く。お肉はこれキープだな。まあいっか。釣りしないとな、そろそろ。どんどん引っかかってるね。おお、樽引っかかってる。ナイス。ナイス樽。これサメだわ。違う、R じゃないんだよ。これだよ。これ全部俺が逃してたアイテムだからね、よく考えれば。あ、待って。あっち。あ、待って、もっとあっち。まだ持てる、まだ持てる。高速航行で。アイテムゲットしまくってるから。もうちょいあっち。よいしょ。喉乾いたかな。よいしょ。よし。これってさ、斧で壊せたりしないよね。壊せないよね。ちょっと乗ってみるか。あ、やっべ。あっぶね。壊せない。これベッド？これもしかしてベッド？あ、沈んでる沈んでる沈んでる。やばい。はまったはまったはまった。はまったはまった。よし。何かゲットした？微妙だな。微妙だね。もう、しまっていいよ。こっちに2個仕掛ける必要ないよね、多分ね。で、1個が9マスぐらいの範囲だという仮定をして、設置していこうか。要は今この9マスをカバーしているということで、こいつが。なので、こっちら辺にもう1機あったら、こっちかな？こっちだな。本当はこれにつけたいけどね。ロープがないって言われてるわ。レシピはないんだよね。よし。ああ、持ってかれた！え？加えてったけど持ってかれてない。まあいいや。水。違うんだよな。5番なんだよな。で、釣り竿を作りたいよっていう話してて、ね、これ作りたい。ネジが作れないか無理だな。ロープが必要。ロープが必要。イエス。待って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 。こっちが先だわ。よいしょ。あ、島だ、島。島がある、島がある。おお、木3つ。島絶対いるでしょ、島絶対。こっち方面。ナイスキャッチ。樽取れるよね、これね。あ、こいつが取るかも、もしかしたら。ナイスキャッチ。島もっとあっち。違う。
え、あの島登れなくね？どうしよっかな。サメがな。サメがいるからめんどくさいんだよね。今拾った、今。あ、待って、一回停止。インベントリ開けねえ。アンカー作らないと、アンカー。アンカー作らないと、アンカー。おお、靴拾った。植えることができるかも、言ってる。ちょ待って、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 ちょ待ってって。あ、そっちが先だわ。あ、サメ2匹ね。待って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 、サメの。はい、やり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 。ロープがない。待って待って待って、マジやばい、マジやばい。ロープ。なんか、パドル。ああ、もうこれ無理かも。やめた方がいいかな。諦めるか。これパドル壊れるよな。この島、島流しに会いましょう。わけわからんけど。サメが食えなかったのが辛いな。サメ食えなかったよ。しくったよ。ちょっとしくったな、サメ。サメだけ失敗しましたね。まあいいでしょう。そういうこともありましょう。島いくらでもあるわ。ちょっとアンカーしまっとこうかな、こっちに。で、これ植えれるって1個しか植えられないんだろう。いいよ、1個だけじゃ。船の角度が悪いな。進行方向に対してまっすぐ進んどる。回れねえかな、どうにか。きついね。あ、喉渇いてるって。なんで今度あっちだな、つけるなら。ここら辺だね。もしくは羽伸ばしてあっち側とか。茎まだ、ロープが足んない。なんで、どっちがいいかな。もうちょっと伸ばしてあっちだよね、本当は。やりましょうか、やりましょうか。じゃあ右の、こうして、こうして、ちょっと横に展開していく。でもなんだかんだ拾えてるからな。ルートが同じ。まだないよね、ルートが同じなところって。これちょっとパドル欲しいでしょ。ダメだな。
めっちゃ収集率上がったじゃん、これで。もっと作ろう、もっと。これもこれに捕まるだろう、どうせ。よーし。ロープが足んない。ヤシの実が足んない。ないわ。ないわ。いいね。ガモ出すか。いやでもここちょっと予備で取っときたいんだよな。作りたいじゃん。作れば作るだけ収集率が上がるなら作りたいじゃん。ここだな。これでいきましょう。抜けてた、見事に。いいね。こいつ今今回仕事してねえな、最近。ここに設置しとくか、この間に。やはりこれはガンガン伸ばして幅を広げた方が有利だよね、どう考えても。収集効率を上げるためには。葉っぱが足んない、葉っぱが。あそこにあれがある。樽がある、樽が。こっち。これも。パドル作っとこうかな。もうあとは適当に回収するよね、もうね。あっちに船があるな。あっち行くか。よいしょ。これまだ？もっと伸びそうだよね、マンゴー。ニシン。始めてるわ。え？あ、入ってる入ってる。あ、待って、もっとあっちだよ。あっちです。もっともっとだな。パドル作っといた方がよかったわね、やっぱり。やりがない。やべえ。まあいいや、ここは捨てよう。やりってどうやって作るの？作れた。うわ、今種。よし。しか膨れないね。よいしょ。で、何拾った？お、ベトベトと蝶痛貝拾った。ベトベト2個あったらなんかできるんだっけ。で、この研究してるけど習得してないやつは邪魔だからなんかいらないなって思ったのは覚えてないです。ハンモックいいな。ハンモックいいな。鳥の巣作ったら絶対跳ね手に入るよね。こっちで探すの邪魔になるから、多分こういうのいらないのあったら。
後で建築始めるときにつければいいかなっていう、覚えればいいかなっていう感じで覚えてないです。よいしょ。ガンガン大量に収集できるようにしたいな。十字架にするか、この船の形。収集に一番適した形にするか。絶対十字の方が収集に適してるからね。これもバラそう。どこに設置しようかな。今あっちから流れてきてるよね。ってことはこっから行ったのはあっちで回収されるから、あれちょっとずらさないともったいないね。鳥が飛んできたね。なんでこっちら辺の回収が甘いから、こっちら辺にしとこうか。甘いな。この2つバラしてこっちに設置する。拾えばいいやん。そうしよっか。せめて1個だけでも外そう。こっちじゃなくていいかな。こっちでいいかな。今樽がスルーしたんで、もうまさにそこに設置しよう。こっちいいね。やはり十字架にしないとな。船拡大する。でももうちょっとこの集めるやつ増やしたいっちゃ増やしたいよね。あと5個ぐらいは。水入ってねえじゃんどっちも。いいね、ここ正解だわ。収集効率だいぶ上がったねこれで。そしたらロープは、川が欲しい。川じゃない、ロープか。もういい。まだ、いやだからもうやめろ。ヤシの木がたくさん欲しい。アンカーってさ、アンカーってどれ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 、ここか。ついに真ん中にも来やがった。本性を表し始めたこのサメが。やべえな、怖えな。あー、パドル、パドル。壊れるね、壊れるね。まだよいしょ。あー無理だったわ。一個逃したわ。また島出てきたな。あの島に停泊する。そうするか。
あの樽まで回収したら島手役しよう。でもあの島もまた上がりにくそう。あの樽回収できねえじゃんこのままいったら。こんな感じ。あ、いる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 、すぐそばにいる。よし、ナイスキャッチナイスキャッチ。じゃああとあの船に、船じゃない島に停泊して木を切りまくりましょう。そのための釣りをしとこう。溶鉱炉とか作らないといけないから。溶鉱炉だっけ、なんだっけ。もうちょっとあっち、どっち側が登りやすそう。まあ、こっち登れるよね多分ね。あ、上行ければいいな今回のは。ちょっと待って、あーこれやったらやばいな。もう釣りやめよう。これでは釣れて。パドルもないからね今回。やっべ、よいしょい。停泊位置まあ悪くはないんじゃないの。こっから伸ばしてあっち登ればいいっすよね。あ、全部食べちゃう。植え直して、また水入れてない。サメ肉食べる。木育つの遅えな。もしかしてこれで切れるのかな。もう一個果樹園作ったらそっちでこのサイズになった時に切ってみましょうか。ちょっと一回あれ、あ、去ってきたよ。多分大丈夫だよね。うわ、早い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 。ちょっと思ったよりも食われるのが早かった。新しい水が必要ですって。というわけで、じゃあ今回ここら辺で終わりたいと思います。次回はこの島を漁っていきましょう。木を切りのいろいろ回収して、でさらにこの下のいろいろあるのも回収してね、行きましょう。スクラップとなんかいろいろ見えるからね。ちょっと停泊中にやられたら嫌だからこれ全部外しとこっか。タックできるかな。よいしょ、今度乾き始めた。足おっせ。そんなことした。これハンマーどこしまったの。ハンマーとなんか入れ替えたな。これだ。よいしょ。出してね。もっとパーツを用意するって何？あ、普通の右クリックモードか。はいはいはい。どうしよう。お魚何焼く？ニシン使うじゃん。
ニシン使うじゃん。生ガツオとニシン使うんだよね。サバ使わないかな。まあ育ててるから大丈夫だけどね。でこれも回収して、これ全部かな回収。これで最後だね。まあ、食われるかどうか分からんけどね。5個までしかスタックできないっぽいね。イメントリ空いててよかったわ。プラスチックいっぱいあんな。作りたいね。あ、これもう作れるんじゃね。あ、ベトベト4つ、水をたくさん入れることができますって。たくさん入れる価値があるのかどうかだな。ベトベトの使い道とか考えなきゃね。じゃあ次回考えましょう。というわけで今回ここら辺で終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。静止化でした。投入式アンカーみたい投入式アンカーみたい。双眼鏡、酸素ボトル、これもいいな。これだよこれ。ああ、インゴットだ。オッケー。というわけです。静止化でした。